皆さんこんにちは。遊びレク所属、初賀翼です。本日も1対1やっていきたいと思います。そして本日のゲスト、ひろちくんです。はい、ひろちくんとはね、中学校の時に、とある練習場での、関わりのある人だったんですけど、一つ上の先輩ということで、全力で投資していきたいと思います。会うのは中学校以来なんで、お互い高校、大学っていうか、その経歴は分かんないけど、久しぶりになった中で1対1やって、どっちが強いのか決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日は7点マッチですけど、オフェンス連続ルールでいきます。ディフェンス止めたらオフェンス決めて、あともうどんどん連続で決めてます。スリーポイントは3点は2点、スリーポイントは1点やっていきます。お願いします。どうぞ。1点はあるけど、勝利しました。ありがとうございました。というわけでね、
インスタとツイッターと、まあ、TikTok をフォローしてくれると嬉しいです。あの連絡お待ちしてるんで、1対1 の希望があればぜひ送ってください。よろしくお願いします。では本日はゲストはひろっちでした。ありがとうございました。というわけで皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、はい、ということで勝ち、負けたんで次は勝てるようにリベンジします。こいつに絶対勝つからね。はい、またやろうね。はい、絶対負けねえかも。終わりありがとうございました。